戸部町宮内の水里参謀で女流美術の新春展2020が開かれています。この作品展は県内各地で活躍している女流作家が自身の意欲作を持ち寄り、10年以上前から毎年新春に開かれているものです。会場には日本画や洋画などさまざまな技法で制作された作品34点が展示されています。割とこう抽象的な作品が多いと思うんです。で、まあ、従来の枠組みにとらわれない、新しいその表現の仕方で、日本画あり、染色あり、それからまあ油絵、それからパステルとか、まあ、そういう多様な表現方法で何か新しい形を目指して表現している、そういう見どころ、こんな作品があるんか、こんな描き方があるんか、こういうふうにテーマを解釈できるんかというふうな非常に多様な、楽しみ方ができるんじゃないかと思います。皆さんものづくりされる方はちょっと人と違うことをしたいとか新しいこと、目新しいことをしたいとかいうことを心がけてすることが多いんですけど、私も見たものを見たそのまま描くんじゃなくって、昔使ってた古い蚊帳とか今の新しいものではない味とかがあるんで、そういうものを使ったりとか、まあ一応日本画なんで墨で和紙に墨で描いたものを貼り付けたりとか、違う素材を持ってきて、まあコラージュ的なことですよね。そういうことを した作品が今回持ってきた作品です。作家の新たな挑戦をご覧になってみてはいかがでしょうか。この作品展は1月22日まで水里参謀で開かれています。